皆さんこんにちは、下川チャンネルです。ということで今回はタイトルの通り、良い子のたまり場、ゲームとトレカのお店有楽舎に行ってきました。はい、ということで有楽舎といえば皆さんもご存知だとは思うんですけれども、某フレンチクルーラー系 YouTuber さんでおなじみのお店なんですけれども、そちらに行ってまいりまして結構お金を使ってまいりました。はい、ということでですね、それぞれ紹介していきたいと思うんですけれども、こちら川さんがですね、デュエマの方のガチャをやってきました。はい、こちら500円のガチャなんですけれども、こちらは後日また開封という形にしたいと思います。そしてですね、私シモもこちらのカンコレのガチャをやってきたんですけれども、こちらも後日ですね開封させていただきたいと思います。そして有楽舎さんですね、中がめちゃくちゃ広くって、まあ、いろんなゲームとかがたくさん置いてあったんですね。でその中でちょっとこうカプセルを掴んで、でその中の紙のポイントに応じて景品がもらえますみたいなのがありまして、それでまあポイントを貯めてこちらのデュエマのパックいくつかと交換してもらいました。まあ、こんな感じでですね、紙にポイントが書いてあるんですね。でまあこれを貯めてこういうのと交換できますよっていう風になっております。もうめちゃくちゃ膨大な量なんですよ。見てください、これすごくないですか。だからまずそもそもこのカプセルを取るのもちょっと多少難しいみたいな感じだったんですけれども、させていただきました。あとはフレンチクルーラーさんの動画でもですねおなじみなんですけれども、1000円ガチャっていうんですかね、1000円自販機みたいなものがありまして、こう1000円入れてボタンをピッて押したら黒いガチャガチャが出てきて、その中で A 賞から D 賞まで各賞が書いてあるというガチャなんですけれども、それを3回やってきまして、まあ見事に3個とも D 賞だったということで、その D 賞3つで3300円分のお買い物券と交換できますよということだったので、こちらのデュエマのパックですね、それを交換してもらいました。ということでですね、まあデュエマのパックがこんな最近 JP 行ったばかりだというのに、さらにまたこれだけ集まってしまいました。はい、そしてですね、また有楽舎祭りくじというものをやってまして、そちら2000円でやっていたのでやってきたんですけれども、まあそちらの方も見事に最下位賞を引きまして、ということで今回こちらですね、スリーブが2つ入っているというものを選ばせていただいたので、ちょっとキャラスリーブこちらで開封させていただきたいと思います。ちなみに一番上だったら任天堂スイッチのスプラトゥーンセットが当たったんですけれども、さすがにそれには巡り合えなかったということで、では見ていきましょう。ドン。おお、あ、これはいいんじゃないですか。ラブライブサンシャイン、これヨハネですね。はい、こちら、はい、かなりあれですね、バイスとかだったらこの子のカードだけめちゃくちゃ高い値段がつくということで話題のキャラですね。はい、あ、結構いいんじゃないでしょうか。じゃ続いて、それでもラブライブかな、いきましょう。じゃん。おお、こちらもラブライブですね。はい、やっぱりなんちゃらステージでおなじみ、ルビーさんですね。はい、黒沢ルビーちゃんが出ております。はい、ということでラブライブサンシャインのキャラクター2つが当たりました。持ってますね、ちょっと良かったんじゃないかなと思います。有楽舎さんですね、店長さんがめちゃくちゃエンターテイナーで、なんかもう本当にくじとかの説明も全部ちゃんと動画と同じぐらいのテンションでやってくださるので、本当にめちゃくちゃ楽しかったです。はい、ちょっとガチャとかのね内容はまた後日発表したいと思ってますので、そちらの方を楽しみにしていただければと思います。兵庫県の姫路というちょっと遠いところにあるんですけれども、はい、皆さんももしよかったら行かれてみてはいかがでしょうか。ということで有楽舎に行って、そこそこのお金を使ってきた結果こんな感じでございました。はい、あとはですね、もうこの中身がどれだけのものか、あとはこっちですね、どういうものが入ってるかによって、はい、どういうどうなのかっていうところはあるんですけれども、もう私たちとしてはもうそのお店に行っていろいろやれたので、かなり満足度が高くて楽しかったです。ということでですね、私たちも金の盾をもらえるように頑張っていきたいなと思っております。ということで本日もご視聴本当にありがとうございました。よろしければチャンネル登録、そして高評価の方よろしくお願いいたします。以上、本日の下川チャンネルでした。